皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年11月の3日、21時42分、現在動画を、公開しようとしてます。その自分の方から、まあ、見出しを見てもらったら分かると思うんですけども、まあ、自分の方から、皇居や赤坂御所へ行きませんという、内容のもの、まあ、招待状とか何か届かない限りというものなんですけども、まあ、気力的にゼロです。まあ、そちらの動画で喋ってる内容を聞いてもらったら分かると思うんですけども、まあ、これ聞かな、自分で聞かなきゃ分からないです。それが一番重要です。他の人、上の方の人たちに、その内容をかいつもんで、伝えてる人、それはもう一番もうダメな行動です。動画を聞いて、どういう状況なのかっていうことを、きちっと自分で聞かなかったら、かいつまんで伝わるのが一番危険なんです。その人、途中の間に入った人が上に伝える、その間に入った人が、どれが必要でどれが必要じゃないかを判断してしまいますから。全部必要なんです。だからもう自分で聞いてくださいと。確認してくださいと言ってる内容と。まあそういうことです。で、もう自分の方では、全問題に関して、まあ結婚問題とか河川水門開式生発電とか、あとはまあ、医療業界の件とか、もう僕の方で、解決できそうな部分がありません。で、多分、誰も解決しようとしないと思います。今まではそうだったように。もう記録的に僕としてはもう限界ですし、で、あとはまあ、ついでに、まあ今日横浜 DeNA さんが日本一になったみたいなんですけども、まあこれで、もうスポーツの勝ち負け、すべて、関わらせないで、ください。テレビを見ようが何しようが、電波で要するにつなげないでくださいっていうことなんですよ。他の人たちともそうです。で、まだ頭の中が撮られてるっていうことは、まあ動画を見てる人が撮ってたんだと思うんですけども、まあそれはすぐに分かります。すぐに取り戻すことができるのと、その取り付いてた人間はすぐに離れましたので、時間中超えるんですよ、結局。で、もともとスポーツの勝ち負けに関しても河川水門開始玉発電とかの、まあ、資金源だったりだとか、だからそこはエネルギーの残存量問題とか、まあ、多分そういう部分があったから、僕が対応していて、世界一になったりしてたんだと思います。20億人の命がかかってますから。だけど もういくら買った方が、河川水門開始玉発電の話どころか、お金の支払いの話も、誰も、それ以降、だからもう昔と比べたら河川水門開始玉発電のことを世間に大っぴらに言ってるから、今の方がお金とか、提供しやすいでしょうに、だけども、誰も動こうとしないっていう状態なので、ただただ、ひたすら自分の頭を渡すだけで、さらに睡眠不足にさせられてましたので、もう関わりたくないんですよ、オリンピックとか。関わりたくないっていうのは、その、テレビを見たくないっていうことじゃなくて、テレビを見たときに、僕どうこうで勝ち負けしようとしないでくださいっていうことなんですよ。それされたら、楽しんでテレビ見れなくなるんですよ。ひたすら自分の頭の中を渡して、で、自分の能力が下がって低下して、で、睡眠不足にさせられてと。だからもう、いいことなんか全然何もないんですよ。一般的な、その、テレビを見て楽しまれてる人たちと、もう僕は、もう完全に隔絶されてたんですね。で、そこは、スポーツの勝ち負けを頑張ってたのは、まあ、法の下に平等っていう部分もありますけども、それは、今後の、20億人の、まあ、命がかかっている一つの柱である、河川水門開始玉発電っていう、その大義名分があったんですよね。
で、スポーツ界もそれは必要だったはずだと思うんですよ。けど、もうそれなしで、もうみんなひたすら、その、エネルギーの消費だけに、だからもう、プレミアとかも、なんかね、あの、野球の方を、今年、去年も言ってたんですよ。もう、ワールドベースボールクラシックだけにしてほしいと。なんでももう、そこも全然止まってくれないですから、で、買ったら買ったで、お金払ってくれるかって言ったら、去年も、あの、プレミア、アジアチャンピオンズリーグカップでしたっけ、まあ、優勝しましたけども、なんでも他に1円も払ってくれない。で、もう今は頭なんか取られてる。で、いいことなんか何もないんですよ、僕にとって。で、今電波で聞かされた声はアホやっていう声なんですよ。これぐらいもひどい社会なんですよ。ずっと搾取をされる人からも喧嘩を売られたりしますし、今日も赤坂御所のところで20代ぐらいの男2名に来たことにしといたるわとか、なんかそんなこと言われてるんですよ。まあ、喧嘩売ってくる人間は平気で喧嘩売ってくるし、で、よくもまあ阪神淡路大震災の家屋全壊の被災者でこんなに世間にこう貢献しているのによく悪くよくじゃない、そういうふうに、悪く言えたもんですねと。でなぜいつも二人組でいる時だけしか喧嘩売らないのって。で誰に言われたの。その辺のところでもう、総合的に見て、もう絶望感しかないんですよ。人間性もそうですけども、社会全体の、その、真面目に、この世の中はどうなってるのかっていうところを、真正面から向き合って、はっきり言う、もう、ほっぺたとか、ストレイしてますけど、前の動画 の撮影の時にそうなってます。本当のこと言ったらもうそうなんですよ。もうそれだけで世の中変でしょ。痩せ我慢してるわけでもないんですが、これ裁判所に持ち込んで、その淡井圭介を軸にしてスポーツの勝ち負けするのをやめなさいっていうのを日本国内の裁判所で行ってで、やっとそういうのから解放されるのかどうなのか、僕もよくわからないんですよ。そこまでしても無理なのかもしれないんです。例えば国際線、国際司法裁判所で持ち込まなきゃなんないみたいな形で。あり得るとしてはあり得ます。だってオリンピック自体が僕の天の神様への安全と見てる内容とかで安全性確保されてたんですから。でそこまでして毎日毎日その取り込んで、一日多い時なんか20社ぐらいあります。朝から晩まで。で、1円もお金入ってこないです。で、自分の方がフラフラですよ。そんな嫌な世界、無理ですよ。続かない、持たない。27年間そうでしたから。最初の方は自分が働いていた時はもうスポーツ業界完全にこう見返ってたって言うと大変ですけども、世界戦もう絶対取り込まないっていう形で、その当時 の国会議員の人たちも買ったら買ったで大変なことになるっていうことでなってるんですよ。一回パラリンピックとかで大分活躍してしまって、1998年ぐらいの長野オリンピックあたりの頃ですかね、もうあのあたりの頃から、まあ、厳密に言うとそのもうちょっと前ぐらいからか、あのあたりでスキーのジャンプとか金メダル取って日本中で、スキーのジャンプ台が あちこちで建設されたりだとか、障害者関係 の種目はどん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 増えていって、エネルギーの残存量もね、次々、かけ離れていく。で、参加者がどんどん増える。人口は減っていってるのに。で、世界中飛び回る人が増える。あ、もうこれは無理だと。僕の、もともと、僕は政治家じゃないですから、実権を持ってるわけじゃないんですよ。いいとこ、
請願法による陳情だけですから、ああしてくださいこうしてくださいっていうことを述べて、もうそれをしなかったら自分の労働力を使っていろんなところを撮影しに行って現場を押さえて、それやっとどうにかなってるだけで、あとはもうほとんどほったらかし状態でしたから、でそれでも資金的にもそうですけども、持つわけはないんですよ、生活保護者ですから。まあ、あのスポーツの勝ち負け本当にもう勘弁してください。淡井圭介なしで、淡井圭介なしっていうのは、その淡井圭介の頭の中とか睡眠時間だとか、こうテレビを見ていた時にこう背もたれを使ったら日本人選手が不利になるとか、一切それもやめてください。もうこれは世界中のもうできれば国連に対処してほしいです。国際戦とか、これコンピューターの世界どうなってますか。もうだからオリンピックとかが僕軸で、結局してたでしょ。でそれもオリンピック協会認めています。バッハさんとかオリンピックの会長の、いやもうだからもう僕も何をどうしたらいいのかもう分からないままですから、まあそういうことです。以上です。